皆さんこんにちは、ジンです。レイちゃんです。ピョピョギです。はい、そうですね、私たち、沖縄で T シャツを買いました。ヘシン、ウミガミ、ハイサイ、ハイサイ、ピョピョギもハイサイ。私たちは今どこに来てるかっていうと、美しい海水族館、そう、チュラ海水族館に来ました。代表的なところですね。あとレンタカー借りるところで、よくクーポンとかちょっと見るとなんか割引できるところあるんで、うん、皆さんレンタカーもし借りるときに、なんか割引クーポンとかありますかって言って見せてもらった方が、あっちこっち行くときに多分お得になります。で、今チュラ海のところまで、あのアメリカンビレッジから70キロ、だから1時間ちょいかかったんですけども、高速走ってね、うん、で ETC 持ってくるの忘れちゃったんですよ。あ、まあ、久々現金払いをしました。で、これからね、大物が潜んでいる噂を聞いてここまで来ました。じゃあ結論は多分絶対こういう感想になると思うんですよ。あ、釣りたいね。でも釣れないし釣らないね。私の実力がなくて釣れないわけではなくて、これを釣ったら多分ダメなんだよね。だから仕方なく釣れないねになると思うんですけど、多分釣れないやつで、ジンベエザメっていう、そう、ジンベエを着ているサメがいるっていう噂を聞いたんで、今日どんなものなのか見に行きたいと思います。ちなみにピョピョギは、あの生きてる魚自体を見たことがないので、これから見に行こうかな。魚、うん、レッツゴー。ゴー。10時半ぐらいなんですけど、人は少ないですね。皆さん、パイナップルが空中に飛んでるんですよ。今ここにいるんだけど、ここ水族館入って右のところですね、うん、あとここね、エメラルドビーチ行こうよ。今沖縄来て3日目なんですけど、まだ海を見たことがありません。こっちまで来るときにちょっとね、左側見てたんですけど、綺麗だったんですけど、もうちょっとね、ちょっと白い砂浜みたいなと思って、あっちこっちに変な形の犬がいる。沖縄のヤシの木なんですけど、毛ボーボーのヤシの木と、ブラジリアのワクシングを済ませたヤシの木、こんなに差があるんですね。あ、このヤシの木可愛くね。これ欲しいな。めっちゃいい感じじゃないですか。そこに前に立ってて、めっちゃいいんじゃない。私入るとめっちゃ悪い絵になっちゃう。な、大好き。何ですかそれ。可愛いね。ちょん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 。あ、これはなんかアロハのシンボルみたいです。皆さん、こうなんかフラダンスするときにワンピースについてやる人ですよ、これ多分。そうそうそう、本物は初めて見たかも。何花？私？ハワイアン花。우리 예전에 여기서 아이스 먹지 않았어? 여기서 아이스 먹었던 것 같은데? 그랬던 것 같아. 근데 제이 짱 지금 入ってきました. 도 됐을까? 다이바 상가 소지를 시키는 데서 나가. 소지 시키는? 예, 본토. 오, 뭔가 이런 사카나 이런 데서네. 와, 뭐야, 이거. 프로다이자 아니고 뭔가 아오다이 같은 거 말이죠. 아, 귀여워. 아오다이 같은 거 말이요, 여러분. 엄청 귀여워. 기분 좋은데, 이거. 하지만 일부가 재미있는 건, 여러분. 이거가 가장 재미있어. 사카나. 사카나. 皆さんすごい面白いのが、海の中にキノコがたくさんあるんですよ。キノコが、あ、キノコみたい。サンゴ全部サンゴなのか、すごくない。形だけ見ると、マイタケ、ヒュラタケ、すっげえ、ちょっとでっかいやつ釣るんだけど、何これ、めっちゃ釣りたいんだけど、あれ 何キロぐらいだろう。大きいね。お、ここになんかキンメダイっぽいやつある。キンメダイっぽいやつ、メジナっぽいやつもあるし、魚じゃんじゃん。大きい。美味しそうじゃないの？魚、魚。お、コブジーさん、コブジーさん。クラゲ。ぴょぴょぎ、クラゲ。あんにょー。
ゲソすげえ、これこのゲソなんか永遠に食べられそう。まずこれ食べきる前に絶対賞味期限過ぎちゃいますね。6m30cm あるんだって。黒潮の旅のところの前まで来てます。今どういうものがあるかっていうと、今私たちここなんですよ。ここにいるんだけど、ここになんかサメとかクジラみたいなやついっぱいいるんですよ。多分ここが多分すごい面白いところじゃない今で、ここから見に行きたいと思います。この先に多分ジンベザメあるって。あー、そう、楽しみ。ぴょぴょぎ多分見て絶対びっくりすると思うんだけど、大丈夫かな。いる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 、いる、めっちゃいるいる。あ、いた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 、めちゃいる、めちゃいる、なんかついてる、なんかついてる、おまけじゃない、おまけ。いやー、これやばいですよ皆さん。人間があんなにちっちゃいのに、あそこで逆に人間も釣ってます今。大きい、大きい、大きい。大きい。バイバイ。バイバイ。この下のところもすごいのが、小魚が群れで動いてるんですね。多分この中にリーダーがいるんでしょうか。それだけでもすごい面白いなと思います。この魚の世界の中でもルールがあるっていうのが面白い。あ、なんか他にもたくさんあるんですけど、なんか襲ったりする魚はこの中に入ってないんだよね多分。うわ、ジンベエザメでかいですね。すごいでかい、もう軍艦みたいな感じです。で、これ多分 A の種類だと思うんですけど、こんなにでかいの初めて見ました。あ、どうですかジンちゃん。あ、本当にすごい迫力です。いや、なんかジンベエザメでかいね。そう、想像してたものより全然でかい。あとこれが全スピードで出してこれなのかわけわかんないけど、でも人間が入ってて、ほらほら、そうそうそう、今ダイバーさん入ってて、もう比べると本当大きいんですよね。でもジンベエザメが割とでかい割に、口がさ、多分 A4 用紙とかしか入んないから、人間多分食えないんだよなんかプリンターみたいだね、口が。かわいい。口が。わぁ、いつもなんかついてるんですね、視聴者が。わ、すごい、なんかこういうサードパティもついてる。サードパティ。これすごい面白いですね。うん。いや、本当来てよかった。面白いし、さらにこれを見て私は釣りをしたくなります。バイ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 。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。はい、皆さんいかがでしたか。今日は子どもの教育にもいい水族館行ってきました。なんか言い方だけですごい漠然とした言い方ですよね、子供に教育にいいと。ただなんか魚の名前を覚えるっていう教育じゃなくて、ぴょぴょぎっていつも最近ねアンパンマンにはまりすぎて、もう本当中毒のレベルなんですよ。で、今日はわざわざここに集中させるために、昨日の夜からあの YouTube 見せてないんですね。見ないでいたら自分が泣いたりしてても結局、つまらなくなったら外を見たりとかお母さんに声かけたりとか他に遊ぶものを探したりとかして、やっぱりクールダウンしてちょっと寝ちゃったんですよね。でその後に、ね、寝たからこそ逆にま集中力が上がっていって、ここでも特にま泣くことなくて、あの集中して見ることができました。うん、そうそうそう、興奮してた。動いてる魚とか見ててすごい興味深く思って、できて、なのでぴょぴょぎにすごいいい教育になったんじゃないかなと思います。今もなんか車見てるんですね。不思議だなと思ってて、前はアンパンしか見てなかったんですけど、なんか良かったなと思います。ぴょぴょぎ、はい、あと韓国にもちょっとこういうね、あの素晴らしい水族館があればいいなと思います。まあさすがにあの海に囲まれているあの日本だけに、あのこういうところがちゃんとできていて、まあ現時代をあの普通に生きている私たちの、まあ一般人、まあ外国人含めて少しのお金を出すことで、あのこういう素晴らしいあの魚とか海の状況とか深海魚とかも全て見ることができて、すごい嬉しいなと思っています。あと日本でもね、あの結構の有名で外国人が訪れるたくさんのところを置いて、これからも楽しい日本の生活をしたいと思います。はい、今日の内容が面白かったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまたね、アニョン。ニョン。バイ。バイ。バイバイ。バイバイ。